樋口城は、栃木県宇都宮市大和田幕田正治五条にあった、館城。下津の名門氏族である宇都宮市の一族と、伝わる樋口氏によって、城を元年に築城される。築城者として、樋口和江等との名前が残っているが、樋口氏は、代々主景頭を名乗っていたため、年代的に初代と目されるものの特定ができない。歴年の実績はほとんど伝わっていないが、 戦国時代に入ると主城である、宇都宮城を守る史上48巻の一つに数えられており、その防衛の最前線を担っていた。そして、天正2年、武田勝頼による下野信仰が始まり、武田軍が、金崎が原二陣を敷くと、時の城主である、樋口和江等政治とその長子さ成は、主君である、宇都宮広綱の命により、宇都宮一族の、 今泉田島守る、逆面数を守る、犬飼いの戸守るらと共に先鋒として出陣。武田軍を前後から挟み野衆をかけて退却させることに成功。しかし、この追撃戦において、樋口政司と正成夫子は寄陣せずに、行方不明となったため、主を失った樋口城は、そのまま廃城となった。周囲は高地に囲まれ、東西の川に挟まれた立地にあり、 伝承では、東西85県、南北120県の規模で、単核ではなく、五条、中条がある複角の城で、現在も、障子魔法あざ名として残っている。ただし移行については、ほとんどが宅地化されてしまい、現在は一部土塁と横堀りとなる空堀りが残っているのみである。ありがとうございます。